闇の炎に抱かれてしはい、どうも、最近マッチングアプリを初めて使ってみたら、とんでもない惨事にあった男、カイトです。不幸レストランへようこそ。私、支配人のキャイトギャルソンでございます。支配人だけどなぜか無職ニートです。今回話させていただくのはマッチングアプリの闇の話でございます。先日僕がとある Tinder っていうマッチングアプリを初めて使った時、ある女性とマッチングしたのです。姉髪で顔はよく見えていなかったのですが、雰囲気が結構可愛い感じの女性だったので、その時はとても喜びました。その後ある程度のメッセージのやり取りをし、会うことになった僕は、クリスマスこれでぼっち回避できるかもしれないとウキウキで集合場所に向かいました。しかしそこには、DJ 社長の女バージョン来ました。口には3連ピアスのスピリットザンで所持金1000円と叩くとんでもないモンスターが来たのです。とりあえず食事15分だけして速攻逃げたよね。マッチングアプリ恐怖症になりました。てことで今回先生とセットの面白い楽器にしのやり取りに突っ込みしてみた第12弾です。少しでもいいなと感じたら高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは、どうぞ。もうすぐクリスマスですね。今年は友人と一緒に USJ に行くのでクリぼっち回避できました。先生は、すいません、忘れてください。先生を勝手にクリぼっちに言って、生徒に恋愛的な意味で見下されてんだけど、それ友人だからな。一体いつからお前は恋人ができたと錯覚していた。さしてくれてありがとう。予想通りやった。先生も俺と前面なら分かりました。クリスマスのせいなら夜に奇跡が起きることを信じようぜ。世界的にですもんね。もう乗るしかないですよね、このビッグウェーブにね。真実はテストではない、己の中にあるのだ。俺が言うのもなんだけど、12秒こじらしすぎて、絶対テスト失敗したやつじゃん。読めねえ。言葉かっこいい名言だけど、全然意味がわからないからね。間違いないっす。書くの日本語訳だけでいいわ。先生、もしよろしければ後ろに書いている絵の感想をください。ちなみに筆ペンで書きました。いつきよし、喜びの2の、恥じらいみく。もうイラストは十分です。どんなにイラストでスペース見る？本来のみくよりもスペース使ってんじゃねえか。すげえ、うまい、けど元ネタがわからん。先生それは知って、五等分の花嫁っていう可愛い女の子もとい、一人俺の彼女候補の女性が出てるからね。ファイトストーリーって YouTube の人知ってますか？イキリ中にボケてツッコミの人なんですけど。いや誰がイキリ中にやねん。こんな超絶面白い謙虚なセンス系イケボハッサスドリーム系 YouTuber 今まで見たことないわ。すいません、ちょっと盛りました。私はカイスさんは知りませんが、今度見てみたいと思います。あと、あまり反省にそのようなことは書かない方が良いですね。先生に怒られとるかな。個人的にはみんな先生よりも周りの生徒や友達にカイトストーリーをお勧めしてほしいよね。ピカチュウ語で書きました。先生もピカチュウ語使いこなしてる。この日記他の人がパッと見たら狂気を感じるわ。よくよくネットで調べたらガチであった。昨日出し忘れてごめんね。ぷい。本当にごめんって思ってねえだろ。誰だよこいつ。ウサギ、ギネス、スイカ。もうダメだよこの日記。こいつら完全に脳みそ腐ってやがる。这个符号表示一条牛，将近3000年期间，楔形文字的字体、拼音乃至字义。ガチで書いとく不可能なやつ来たんご。何語ですらわからない。ものすごく頑張ったことだけ分かった。ちなみにこれはツイッターで最近バズった人の日記をお借りしたんですが、そちらの方のコメントがこちら。参考にさせていただいたのは古代オリエント博物館で買った鎖型文字50音表です。ちなみに私以外にもヒエログリフとか象形文字とかモールス信号で書いてる奴らがいました。すごかった。いやあなたも十分すごいです。どこの方に向けたメッセージだよ。一元古典眠方、二元コミュエ、結構盛り上がった。三元三四、テーブルマナーを学びました。鎖型文字はメソポタミアでは広く使われていた。なかなか動いてやろう。ここまで読めたけど国名だけ表意文字で読めない。って解読者すげえしとる。世の中って広いんですね。下記の会話を読んで問いに答えなさい。What do you have for breakfast? Mr. 奥田、リンゴ1個。なんで奥田返し日本語やねん。そこ英語で答える流れでしょ。これ一応会話を翻訳すると、何を奥田先生は朝ごはんに食べますか？私は朝食にリンゴ1個食べますといった流れです。Mr. 奥田の食生活はどうすれば治るでしょうか？リンゴの中にご飯を詰める。どんなワイルドな食い方？朝食力技すぎんだろ。ほぼほぼそれまずいじゃん。久しぶりに塗り絵楽しかったよ。そこ塗り絵にするとこじゃないね。何を勘違いしたらそうなった。先生のコメントとか求めてないだろ。くぐたくん、いろいろ大変です。まんじ生徒の思考がカオス。一体どのようなことを伝えたかった？え、上手だね。いや褒めてる場合か。明らかにアラブさんとアンパンマン異常期待してるだろ。オーマイガー。テストに抹殺されそうになっとる。気持ち的には分からんこともない。ブックオブダークネス、ダークネスの章、死に近づく漆黒の滅び、セイレーンの美しき美、夢のメロディーとともに黒くダークネスな時、魔力が暴走する、死に染めにし漆黒の宴。うわー、痛い痛い痛い。修理工事ほんとどうしようもないね。マジでそういうやつら無理だ。死ねばいいのに、死ねばいいのに。現実のコメントも書いてください。11月も終わりですって。だいぶ寒くなってきました。インフルエンザにも気をつけましょう。先生に先生に同感だわ。見つけた。軽くホラー映像。何を見つけた？お前に見つけられても嬉しくないわ。
いいと、それを見たら宿題は終わらない。いやだからなぜ火力ホラー映像終わらないというか、この絵描いてる時点で終わらせる気ないだろ。武装会、今日はとても平凡な一日でした。しかしそんな世の中には見えないだけで妖怪がたくさんいるのです。先生も何かうまくいかないことがあれば妖怪のせいにしてしまいましょう。ぼっちっち、妖怪サイドが大迷惑。やっぱ俺がティンダーに失敗したのも妖怪のせいなのかな。ぼっち、今何時？俺は君一筋、弾ける物語にしちゃいましょう。確かに何かわからない力が働き、うまくいかない時に妖怪がいるのでしょう。昼休みに全力でおっぱいって叫ぶのも妖怪のせいでしょうか。それはそいつの頭が一大事。先生なんだからちょっと注意してあげて。前からずっと思ってたんやけど、好きすぎてたまらん、ほんまたまらん、真剣に交際考えてるねんけど、いける？ほんまにたまらん、好きや、大好きや。これはおそらく生徒から先生の告白かな。果たして成功するかどうか困る。ユージカルな感じで断ってきた。もしかして先生って音楽の先生だったパターン？コモちゃんの書き方、1、2、3、4、5、完成。いやもうこの先の人生で絶対役に、なぜそれをここに書いた？明日はテストなのでめっちゃ勉強しようと思いました。何この生物？どこの地域に生息したらこいつが出てくる？パラレルワールドにも住んでんのか？謎の生物書かないでください。その通り。生殺与奪の剣を他人に握らせるな。これ本来のセリフ違うから。本来は俺初玉主導権を初他に握らせるの。須澤、今回のテストは苦手科目も意外と点が取れていたので良かったです。良かったね。卒業まっしぐらだね。須澤ワールドを知ったよ。なんだね、この人はなんて人かしら。一見するとめちゃアイドル系の雰囲気、パッチリとしたお目目がうちに秘めたものは案外強気の知れない。先生のコメントがいちいちだけ。文字の半分以上イラストの解析やないかい。これちなみに鬼滅の刃の胡蝶忍って方ですね。今俺地味に鬼滅の刃の動画作ろうか悩んでます。明日は EV の日だそうです。先日ポケモンソードシールドが発売されたそうです。ということで好きな漫画の一つ、ブリーチのアイゼン・ソウスケの通称ハンペンを書こうと思います。いや全然脈絡ないじゃん。何のということでだよ。アイゼンさん、最終形態とハンペン以外かっこいいと私は思うんですが、初期とか過去のメガネあり前髪降りてるの見るとかっこいいんですが笑ってしまいます。私的には千年決戦編の眼帯つけてるのがかっこよくて好きです。でもブリーチの推しは10銀なので、来年はアイゼンの誕生日に彼の気合いやゆで卵を作ろうと思います。誕生日にすることしょうもないな。嫌がらせがめっちゃ地味。私の推しを殺したバスです。あはははは、推しの誕生日は星垣を作ってお祝いしようと思います。お前の家系農家か。誕生日に何かしらの食べ物作ると効果あるみたいな風習あるんか。もしかしたら最後の当番かもしれないのにこんなこと書くなんて、先週の金曜からずっと考えてました。最後の当番で悩んだ末に書いた内容それかよ。どうしてその結果にたどり着いた？欠席、知らない、遅刻、知らない、早退、知らない。他のところ投げやりになるのやめろ。本来の西の使い方忘れんな。最初口はどこうと思っていたけれど、あった、先週の金曜からずっと考えていたなんて計画的ですね。先生それ褒めちゃいけないやつだから。多分図に乗るよこいつ。最後の当番だね。多分もう学校で当番することもないんだね。仕事に就いたらいろんな当番があると思うけど。そう、こうして様々な日誌を僕は動画で紹介してきましたが、そこにはいろいろな先生と生徒の込められた思いや学校の思い出が詰まったかけがえのない記録という宝物なんですね。人は大人になるにつれてどんどん若い頃の遊び心を忘れていってしまうものだけど、たまにはこういう動画を見てあの頃懐かしいなと振り返って笑えるような、そんな動画が僕はあってもいいと思うんです。面白さだけじゃなく幼き大切な記憶として。不審者になり気づいたことがありました。黒いパーカーがない、男子の役をやった天罰なのでしょうか。だけど頑張りたいです。警察に捕まった時ちょっとイラつきます。いや少しは罪悪感持て。
最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。